なんでこうなったトドマツくん、どこかへお出かけですか聖なる夜、トッティの携帯がメールを受信した。今日の合コン楽しみにしてるね、と。僕たちは同じ顔した兄弟とケーキ食べてチキン食べてプレゼント交換して。ああ、楽しみあれトドマツくんは あ、一人だけ女の子たちとキャッキャウフフか。とりあえず、美味しいもの食べられるめんどくせえけど一人で抜け駆けはムカつく。もちろん優しいトッティのことだから、俺たちも連れてってくれるよな。え、に、人数合わなくなるんだけど。 僕は全然興味ないけど、みんなが行くならまともな僕が付き添ってあげないとね。わかった、わかったよ。連れて行けばいいんでしょ、連れて行けば。ただし、合コン十カ条をしっかり頭に叩き込んでもらうからね。合コン十カ条 なるほど。合コンにおけるマナーということか。心配ご無用、このマナーのスペシャリスト、グレイト・カラマツにお任せあれだ不安しかない。言っておくけど、合コン十か条を教える途中で、合コン不適合だと思ったら、もう連れて行かないからね。そ、そんなに厳しい審査をクリアしていくものなのか、合コン。